エリュー・ベッターの1885年の絵画、プレイヤーです。メトロポリタン美術館所蔵。プレイヤーです、またはプレイヤーですは、ギリシア神話に登場する七人姉妹。一部のイプシロン・イオタを長母音とする、古い発音からプレイヤーですとも。また綴りはペリーですとも。これらは複数型で、単数型はプレイヤス、またはプレイヤス。また逆に、 パイラムタイプシロンイオタデルタイプシロンをプレイアスたちなどとも訳す。ティータン族のアトラースと海のニュンペイであるプレイオネートの間の七人娘であり、キュレーネー山で生まれた。カルプソー、ヒュアース、ヒュアデス、ヘスペリデスとは姉妹で一説にカルプソーとディオーネーをプレイアデスに含める。プレイアデス姉妹は狩猟と締結の女神、アルテミスの次女であり、 ヒュアデスの七人姉妹と共に、幼いリオニューソスの上剣教師を務め、アトランティデス、ドドニデス、ニュシアデスと呼ばれた。あるいは一説に、アマゾーンの女王の姉妹だという。この場合の姉妹の名はよく知られた七姉妹とは異なる。プレイヤデスという名前の起源については、いくつかの説がある。かつては、彼女らの母プレイヨネーから来たものと考えられていた。しかしプレイヤデスの名は、 むしろ、パイラムダイプシロンイーニューから来たものと思われる。なぜなら、プレイアデス星団が地中海で見られるのは、夏の夜、5月の中旬から11月の初めに、かけてであり、これは、古代においては後悔の時期に当たるからである。この起源は、ウェルギリウスをはじめ、古代文明諸国で認められていた。プレイアデス7姉妹のうち、メロペーを除いた6人が、ゼウス、ポセドオン、 アレースなど、オリンポースの重要な男性神と交わり、幸運だ。ウィリアム・アドルフ・ブグローの1884年の絵画、恥たメロペー。個人像。プレイアデスは、プレイアデス聖壇の七つ星と同一視される。カタステリスモイなどによる、彼女ら姉妹が星になる物語は、プレイアデスに関する神話のうち最も印象深い、ものの一つである。ただしこれは、 元からあった神話ではなく、天体図から生まれた説話のようである。アトラースが天を背負う役目を負わされた後、オーリオンが、プレイヤーデス全員を追いかけ回すようになった。ゼウスは彼女らを、はじめはハトに、ついでその父を慰められるようプレイヤーデスを星に変えた。オリオン座はまだプレイヤーデス星団を追って、夜空を回っているという。物語にはいくつかのバージョンがあり、七姉妹全員が、 死に至ったのは、父、アトラースの運命と、姉妹ヒュアデスの喪失を嘆く、あまりだという。そこで最高神ゼウスが、姉妹を空に置いて、不死性を与え、彼女ら七つの星は、プレイアデス星団として知られるようになった。プレイアデス星団は六つの星の輝きは明るく、見えるのに比べ、七つ目の星メロペーは、暗く見える。これは、 人間と交わったことを英語に恥じてぼんやりと輝くのだとも、輝きの鈍い星はダルダノスの死を痛むエレクトラーであるとも言う。また別の神話ではアステロペイであるとも言う。古代ギリシアの詩人、ヘイシオドスは、女ジ子ジシ仕事と火の中で、幾度かプレイアデスに言及している。プレイアデスは、主に冬の星であり、古代の農業歴において、非常に大きな役割を果たす。 いかに兵士をどすの言葉をあげる。そしてもし嵐の海を渡ろうという望みが何時を捉えたとしてもプレイヤーデスが強大なオーリーオーンを避け、深い霧の奥に潜り激しい風が荒れ狂うなら何時の船を暗号色の海に出してはならぬしかし我が、ことの通り忘れずに地を耕すのだ。プレイヤーデス勢団がオーリーオーンを避け深い霧の奥に先手西にある時期、春の夕方早くは一年で、 地を耕すのにちょうど良い時間になる。ありがとうございます。